前回の続き。むき足に猫のところに荷物を持っていくにゃんこずきんちゃん。途中オオカミに襲われながらも、なんとか猫の研究所までたどり着きました。ふう、やっと着いたわね。待っていたにゃーよ。荷物は無事かにゃ。私より荷物かよ。これでいいんでしょ。確かに預かるにゃ。ちょっと質問いいかしら。手を動かしながらでいいにゃら。その奥にあるロボットって何？これは我が最高傑作、猫。通称レイニャ。最高傑作を自負するなら、名前はゼロの方がふさわしくない。こいつ、いや、我が子は人工知能を搭載しているニャ。自分で判断し、成長し続けることができるから、完全数のゼロより、成長の分を考慮して、レイと名付けたニャ。なんだかこいつも気になるけど、この調子で話していたら、白と黒のガオーについて、何か聞けるかもしれないわね。ねえ猫さん。にゃっにゃっにゃ。私知りたいことがあるの。にゃっにゃっにゃ。ガオーくんっているじゃない。あの子私の上司なんだけど。にゃっにゃっにゃ。どうしてガオーってそんなにもてはやされるの。にゃっにゃっにゃ。聞いた話によると、一度黒いガオーにも会ってるそうなんだけど。にゃっにゃっにゃ。白と黒のガオーの話を聞かせてくれないかしら。素晴らしい。これでよりゼロに近づけたにゃ。ん？何か言ってたかにゃ。作業に夢中でわからなかったにゃ。どうやら死にたいようね。にゃ。話を聞いてなかったんかい？くらえ。しまった。デスっちまったか。なんだ。君ってさ。こいつは、そんなこと知ってどうするのさ。ちょっと待て、なんだそりゃ。止まれ。動けねえ。さて、君は三つの罪を重ねてきた。一つはか弱いニャンコを手にかけた罪。二つは司法取引でその罪から逃げた罪。三つ目は知ってはならないことを知ろうとした罪。白ガオーのことを知るのは問題ないけれど、黒を知ろうとするのは、当事者以外あってはならない。僕の姿を見たんだ。君にはここで。待って。最後のお願い。せめてポーズのやり直しを、要求する。関係ないよ。君は停止した時間と僕の世界で、フリーズドライされて、粉々になるんだ。さあ君との無駄話もおしまい。これから僕は、約束を果たすために、ガオーを殺す。面倒なのを連れてきたね。じゃあ、バイバイ。さて、レイ行くよ。イエス、マスター。調整は大丈夫だから、思いっきりやってもいいよ。は、夢。時間は、2時間も気絶していたのか。なんだよあれ。あんなのがガオーであっていいはずがない。これは急いで、戻らなきゃ。できれば、寄り道していてくれよ。次回予告。とうとう黒いガオーが動き出した。僕と彼との間の約束。僕は知らない。次回にゃんこ大戦争非公式外伝。絶望せし者の前に現れる猫。乞うご期待。僕は、彼と話がしたい。